はい、どうも皆さんこんにちは。今回は線の引き方について解説していきたいと思います。初心者さんあるあるだと思うんですけど、やっぱり初心者のうちって綺麗な線を引くのって結構難しいと思いませんか？綺麗な線がなかなか引けなくて困ってる人も多いと思うんですよ。線はですね、絵を構成する大切な土台となる部分です。絵がうまく見えない原因もやっぱり線が汚いってことにあることが多いと思うんですよ。今回は線を綺麗に引くためには、じゃあ一体どうしたらいいのかっていうことについてこの動画で解説していきたいと思います。今回解説する内容は次の通りです。1番、線が綺麗に引けない原因について。2番、解決策について。3番、具体的な練習方法。4番、まとめ。以上の順番で解説していきたいと思います。この動画を見るメリットですけど、線がまず綺麗に引けるようになります。線が綺麗に引けるようになれば作業のスピードも大幅にアップすると思います。後半にお話しすることを意識してもらえればかなり絵のレベルもアップするんじゃないでしょうか。このチャンネルではこれからプロのアニメーター、イラストレーター、漫画家を目指す人に向けて有益な情報を発信していきたいと思っていますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速本編に入っていきたいと思います。で、線の引き方なんですけど、1番、線が綺麗に引けない原因についてお話ししていきたいと思います。じゃあ皆さん、線が綺麗に引けない原因って何だと思いますか？大半の人がこれだと思うんですけど、それはですね、鉛筆を短く持ちすぎているってことです。鉛筆を短く持った方が書きやすいとは思うんですけど、じゃあなんで鉛筆を短く持つといけないのか、その辺を話していきたいと思います。まず鉛筆を短く持つメリットですね。まず細かい部分が書きやすいですね。短く持った方が圧倒的に細かい部分は書きやすいです。視野が狭くなって細部に集中できると、顔がだんだん紙に近づいてくると思うんですよ。周りのこと目に入らなくなって視野が狭くなって、集中できるっていうメリットはあると思います。じゃあデメリットは何かと言いますとですね、線を引くスピードが圧倒的に遅いんですね。3歩進んで2歩下がるっていう感じです。あと視野が狭くなるって先ほどお話ししましたけど、これもデメリットの一つです。なぜかっていうと全体のバランスが把握しづらいってことです。そして無駄な力が入りやすい。よくね、紙に鉛筆をギュッと押し付けてすごい強い筆圧で書いてる人いますけど、これだと手が疲れやすくて長時間の作業には不向きなんです。これについて解決策をお話ししたいと思います。単純な話、短く持つのがデメリットならば鉛筆を長く持とうっていうお話です。鉛筆を長く持つメリットなんですけど、先ほどの反対ですね、線を引くスピードが圧倒的に速いです。これは後で動画で実践してみせます。あと全体のバランスを見ながら作業できるということです。そして手に余計な力が入りにくい。鉛筆を長く持つと力入れにくいんですよ。なので結果的に長時間作業できるようになります。デメリットなんですけど、細かい部分は書きづらいです。これはもうしょうがない。長く持って線を引くっていうのはやっぱ練習と慣れが必要なんです。どちらがいいっていうことじゃなく、何を書くか、どういう部分を書くかによって長く持ったり短く持ったりっていうのを使い分けることが大切だと思います。3番、具体的な練習方法ですね。綺麗な線を引くための練習方法をここでご紹介していきたいと思います。これに関してはですね、先日の YouTube ライブの切り抜き動画をご覧いただきたいと思います。どうぞ。 How to をご紹介すると、よく線描くときにこうやって鉛筆を見えますかね、短く持ってこうやって描く人いるんですけどね、これね、アニメーターだったらあんまりおすすめしないっすね。イラストとか漫画の人は別にいいかもしれないですけど、なんでかっていうと、やっぱ圧倒的に線を引くスピード遅いんですよ、これ。今ね、こうやって紙の上から下まで線引いてるじゃないですか。ね。でもこうやって鉛筆長く持つでしょ？こうすると、こうやって引けるんですよ、簡単に。ね。だから、なるべく鉛筆長く持って線を引く練習した方がいいです。これ何がメリットかっていうと、こうやって引くときって視野が狭くなるんですよね。始めと終わりに基本的に視野が集中するんで、こうやって描いたときってこのぐらいしか視野の幅がないんですけど、こっからここまで描こうと思ったときってやっぱこれぐらい視野が広く取れるんですよ。こうやって描くときに。なんで、なるべくこういう風に長く鉛筆持って、あ、こんぐらいだけど。なんか、ね。で、あ、見えるかな。で、こうやって長く持てば、手首の1回のスナップで、こんぐらい長く線引けるんですよ。ね。で、肘から線を引くのがいいんですけど、結構これね、線引くの結構難しいんで、みんな、練習してほしい。この練習方法が、まずこうやってね、紙に対角線引くじゃないですか。
長い線を引くための練習方法として、まず最初この辺でこれに沿ってね、この対角線に沿って短い線から、短い線だったら多分引きやすいと思うんですけど、こう上から下に引いてみます。でこれに沿ってやっていけばそのうち長い線になっていくでしょ。こうやってだん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 長い線になっていくから、もうこの辺まで来ると肘から、これ肘が映ってないけど、肘から動かさないと線が引けないようになるんで、ちょっと待ってね、そういう時は手にティッシュを引いて、で、こうやってスースーと引く練習をね、すると、より早く線が引けるようになると思うんですよ。で、横も一緒。ね、ここを引く時も、最初は短いとこから始めて、だん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 。これね、行って戻って線引くんじゃなくて、片方、一方通行で線引くようにしてます。こうやって、線を引く練習を、そうだなぁ。1日、2、3枚、2、3枚?うん。まあ、ウォーミングアップとして、やるといいと思います。綺麗な線が引けるって結構、絵が描ける描けない以前の問題になってくるんで、これはね、練習した方がいい気はしますね。例えばですよ。皆さん、絵描くときに、さっきみたいにこうやって描く人いるじゃないですか。線重ねながら。まあ僕もたまにやりますけど。でもさ、ね、例えばだけど、こうやって、あ、い、う、え、おって書くでしょ?これって、このあいうえおって書くときに、こうやってさ、こうやって書く人いないじゃん。いや、いないとは言い切れないけど、いないと思うんですよ。すいません。こうやって、ね、うのカーブをこうやって気にしながら書く人ってあんまいないと思うんですけど。ね、いたらすいません。なんで、もしっていうか、意識としては、これと一緒です。書道と一緒です。書き順ってあるじゃないですか。何にしよう。漢字とか、日本語のひらがな、カタカナって。だから、顔書くときも、まず、なんだ、一画、二角、三角、四角、五角、これ五角じゃないな。五角、六角ぐらいかな。七角、八角ぐらいかな。これ補助線入れてますけど。こんな感じで、自分の中で、書き順を持ってほしいんですよね。で、そういうふうに書き順を決めとくことで、なんだろう。迷わず線が引けるっていうか、もう決まった通りに書けばいいだけなの。っていうお話ですね。でもそれが、書き方の基準がないと、どうしてもこうやって線を引くような感じになっちゃうんですよね。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ここでちょっと宣伝なんですけど、 Amazon で僕の本が発売中となります。まあ、おかげさまでベストセラーとなっております。で、説明欄にリンクを貼っておきますので、よかったら覗いてみてください。お試し版で期間限定250円です。興味のある方お早めにどうぞ。それではまとめに入りたいと思います。最初に線が綺麗に引けない原因について、鉛筆を短く持つメリットデメリットについてお話ししました。2番、解決策について、鉛筆を長く持つメリットとデメリットについてお話ししました。3番、具体的な練習方法について、線を引く練習方法と、後半では書道のように書き順を考えようというお話をしました。次回は顔を描く時の当たりの取り方についてお話ししたいと思います。ご視聴ありがとうございました。